国キャンペーン。わかりますか皆さん、今なぜ私がこの場を借りているのか、そしてなぜここまでする必要があるのか。根田屋だ、息の根を止めるぞ。いいえ社長、帰りませんよ、懲罰だ。言えよ、やったか。よし、開始から2ヶ月が終了。よし、当たったぞ。よくやった。すんのはてめえで、仕留めてこい神。突如始まった自国キャンペーン、勝利した蚊には圧倒的インセンティブ、さらに蚊のランク入れ替えも行われ、ランクダウンした蚊には絶望的非常なペナルティが待つ。この戦い、とうとう最終ラウンド、運命の3ヶ月目がスタートした。3ヶ月と1周終了時点での結果は、1課127台、2課は158台、3課は135台。まさかの1課が最下位と意外すぎる状況となっている。くそ、誰が。待て、いいのか。ゾス神。はあ、なんてことだ、僕たちがまさかの最下位とは。しかも最近、太陽君の姿は全然見ないし。てめえ。すいません、遅くなりました。太陽君。てめえ、いつもどこをつかれてんだよ。すいません。おい、せんな。こいつはもうダメだ。てめえで全部根こそぎ刈り取ってこいや。ゾス、誰をてめえ、もういらねえ。オフィスに来んな、目障りだ。ゾス、死ぬ気でやらねえな、殺すから。あ、どうす。邪魔だ、出ていけ。ハラジロは当然タレオが何をやっているか分かっていない。無理くりアポを取り、訪問しては迷惑営業を行う。この数字の上げ方しか知らない男だが、この時本能でタレオを泳がせることが数字につながると直感したのだ。そう、ゴーストが囁いたんだ。らしくねえじゃねえかよサール、なんとかてめえの期待に応えてやるさ。ああてめえら、ラスト2週間だ。ここまで来たら最後は自力の勝負。一課のタレオはブレーキ、三課は家をだけだ。ここまで様々な策を投じてダントツの成績を残したてめえらにしては呼ぶやつだ。ラスト2週間はてめえらの能力を最も発揮できるフォーメーションでストレートで勝負だ。それで負けるはずがねえ。やれるかてめえら。君が東勝夫さんところの国内屈指の SI ベンダー、株式会社ライトニングデータデジタルイノベーション事業第2営業部部長、極は9人。はい、突然お声掛けしてしまって申し訳ありません。また今回お時間をいただきまして誠にありがとうございます。まあ勝夫さんところの社員と言われたら断れないよね。で、何しに来た。結論から話しますが、今着手されている黒光り銀行のスマートフォンアプリの決済システムの刷新案件、ここに我々の製品も一緒に提案してほしいんですよ。はっはっは、面白いね君。一応事前にもらった資料は目を通してはいるけど。ええ、今回黒光り銀行で勤めている友人からシステム刷新を予定していると聞きまして、そこの案件に僕もエントリーしたいと思いまして。うん、実際 RFP が飛んだのは去年。すでにこの案件は我々が受注している。それに予算も決まっているし、 RFP の中に複合機の要件もない。なので無理だというのが今回の結論になるな。ええ、そうですよね。そこで相談なんですが。なるほど、考えていることは理解できた。ありがとうございます。私はすでに予算を取得しているこの案件にコピー機を大量に入れてくれとは一切言っていませんし、思ってもいません。そもそもスマートフォンアプリの刷新案件とコピー機の関係性はあまりにも程遠い。ある程度活用できるにしても別プロジェクトで考えるべきと私は感じています。てっきりこの案件に強引にねじ込んで粘るのかと思っていたよ。君たちお得意のコピー屋営業でね。
僕はその営業苦手なんですよ。なので説明した通りです。さっきの話を要約すると、私に黒光銀行のシステム運用部、それも決裁権を持つ人間、その人間につないでくれということだな。ええ、そうです。彼らの昨年度の決算書を見ても経営がかなり厳しいという状況は日を見るよりも明らか。それをコピー機を入れ替えて赤字を縮小させると、しかし言うて所詮はコピー機、多少縮小させたところでビビたる金額。私が言うのもなんですが、所詮はコピー機ですからビビたるものだと思います。ですが今回は金額だけを訴求するわけではないんです。なるほど、それがこれか。はい、部長、ぜひお願いしたい。まあよくできてはいる。だがダメだ、私はお前を信用できない。どこの馬の骨かもわからねえやつを大切な私のクライアントで紹介してバカでもやられたらたまらんからな。くっ、はあ、泣いても笑ってもあと2週間か。さて、あとでも行ってくるか。あ、てめえ、変態野郎。あ、耐えよう、てめえ。マネージャーは何もてめえに言わなかった。だから俺も言わねえ。このふぬけやがって、タコ野郎か。てめえと違って俺はアポがあるんだ。じゃあな。おい、ああ、誰に向かっておいとか言ってくれてんだ。これあんたに渡しておくよ。なんだこれ。これはな、こいつは俺の必殺リストだ。本当に数字が必要な時、ここにかければ 100% アポが取れるユーザーばかりだ。普段俺がノルマ達成後のらりくらりやりながら必死に集めた必殺のリストさ。え？俺は今このキャンペーンを絶対勝ちたいと思ってるんですよ。だからよ。だからこのリストあんたに託すぜ。これなら絶対アポは取れる。アポさえ取れちまえばあんた絶対受注できるよな。なめてんのか。何度てめえの力を俺が借りねえといけねえんだよ。はあ、勝つためだ。俺だってあんたにこのリストを渡すのは本当に気に入らねえ。やりたくなんかねえ。あんたも俺の力を借りるなんざ嫌だろうがよ。だが勝つためだ。ちってめえ、受け取ってやれ。どこで何をやってんだか知らねえかよ。結果持ってこいよ。じゃなければ神の前に俺がねえを殺してやるよ。いいか。ああ、いいぜ、殺してくれよ。だが頼ますよ。偉そうなこと言ってんじゃねえよ。任せておけ。大詰めを迎えた地獄キャンペーン、タレオは独自の作戦を行い数字は大ブレーキ。だが洗脳はタレオのリストを使い、この後さらに数字を上げる。しかし強敵ニカの辰成を筆頭とする極物動物園チームが本領を発揮し、結果は想像を超えるものとなった。10周目の結果、1週間で洗脳は20台をマークしたが、タレオは0台に終わり、一家合計148台。ニカはフォーメーションを辰成と金本のペアに切り替え、残りは単独行動。結果合計179台。参加は地域の差が出始め155台。完全に二課の独走状態となった。キャンペーン終了まで残り2週間。